宮城県民会館周辺の様子宮城県民会館は宮城県仙台市青葉区国分町3丁目にあるコンサートホールと会議室等の複合施設である。定前寺通りに面して立っている。会館は1964年。県内最大である1590席の大ホールを、洋し、クラシック音楽、ポピュラー音楽や演歌、演劇、古典芸能、舞踊など、 様々な公園がここで模様されている。命名県の売却により、2008年4月1日から東京エレクトロンホール宮城が優先的に用いられる愛称として使用されている。宮城県民会館の建設以前、宮城県の集会場、祭事施設として定前寺通りアグラ庭に宮城県道道会館があった。 宮城県道道会館の建物はもともと1950年12月に開館した仙台劇場で宮城県がこれを買収して1954年4月に宮城県道道会館と改称した。宮城県道道会館は演劇場だったが政党集会や労働葬儀集会にも使われた。宮城県道道会館では 増改築がたびたび行われたが、老朽化などの問題があり1962年10月に、この会館は閉館した。近代的文化施設の建設は、宮城県の課題だったが、財政上の問題があり簡単には実現しなかった。日本の高度経済成長の中で、宮城県の財政が回復の兆しを見せ始めると、ようやく、宮城県民会館の建設が決まった。 1962年に予算化が行われ、1963年1月から建設工事が始まった。建設場所は、労働会館が土地だったが、それだけでは手狭であるとして、隣接民誘致が買収され、県民会館の敷地に組み入れられて、敷地面積は約3600平方メートルとなった。山下と塩が建物を設計し、外壁デザインを、 杉村厚志が担当した。宮城県民会館は1964年7月31日に、竣工した。建設費は約6億円だった。この時の建物は、地下1階、地上6階、建築面積約3200平方メートル、建築総面積約12500平方メートルの建物で、大ホール区画と会議室区画に分かれていた。 大ホールは1階から5階にわたる吹き抜け構造の多目的ホールで建設当時は1732の客席があった。また舞台設備として、周り舞台、花道、オーケストラピットなどが備えられていた。開館にあたって県民や企業から器具や備品などの寄付があり、大ホールの第1ドン調は77銀行が、第2ドン調はユニチカが、絞りドン調は 東北電力が寄贈したものだった。同年8月末に、コケラ落としとして歌舞伎公演や辻久子によるバイオリン独奏会が行われ、9月1日をもって宮城県民会館は開館した。開館当時の会議室区画には、売店や利用室、コーヒーショップがあり、地域住民が集まる場所でもあったという。開館後、コンサートを中心とした。 様々な催しがここで行われた。1984年には、新日本フィルハーモニー公共楽団を率いた小沢征司がここでタクトを振った。この他にも、チェコフィルハーモニー管弦楽団や、マルタ・アルネリッチ、ヨーヨーマ、ミッシャマイスキーといった著名な楽団や演奏者がここで演奏した。また、美術文芸講座がここで企画され、絵画や書道を、 美術教養、短歌、俳句、川流の6教室が1997年まで開校した。2001年には宮城県民会館で劇団四季によるオペラ座の怪人の長期公演が行われた。通常、公営ホールの連続使用は長くて数日までが限界であり、公営ホールでの長期公演は日本全国の中でも前例がなかった。 劇団四季が当時宮城県知事だった朝の郎にミュージカルのロングラン公演について相談したのがことの発端で最終的にこれは仙台市や商工会議所などを巻き込んだ地域ぐるみの取り組みとなった。これをモデルとして広島市や静岡市の公営ホールでも劇団四季のロングラン公演が行われた。2011年3月11日の東北地方。 太平洋沖地震では内外部ともに多大な損傷を受けた宮城県民会館は1年以上に渡る休館に追い込まれた。しかし建物の復旧は可能と判断され修繕工事が行われた。宮城県民会館は2012年6月に再び開館し同月16日に復興記念コンサートが行われた。この演奏会には 陸上自衛隊の東北方面音楽隊やスタニスラフブーニン、宮城県第3女子高等学校王子合唱団が出演した。東北方面音楽隊は3月11日の地震発生時にちょうどここでリハーサルを行っており、翌日に予定されていた音楽隊の定期演奏会が取り留めになっていた。震災後の救助活動に尽力したこともあり、音楽隊は 演奏会の第一部を担った。17日からは一般利用が再開された。2019年2月、宮城県は県民会館の建て替えの方向性を探る有識者会議を設置した。5月の第3回会合で複数の県、ありの中から宮城野区の仙台医療センター跡地が移転候補地に選出され、9月の 第4回会合で県が示した新県民会館を東北最大の芸術文化拠点と位置づける基本方針を出席委員6人が了承した。これを受け県は今年度中にも基本構想をまとめるとしている。宮城県は2007年に宮城県民会館の命名権を売却した。東京エレクトロンがこれを年間5000万円で取得し、 施設名称が2008年4月1日から東京エレクトロンホール宮城になった。2013年4月1日からは命名権の契約企業が東京エレクトロンの子会社の東京エレクトロン宮城に移ったものの愛称は継続された。2014年4月1日からの愛称も継続が決まり年間3000万円で東京エレクトロン宮城が再契約した。 施設内はホールと会議室の各々の利用者の動線が分けられており、入り口も異なる。会館正面左側の大ホール正面入り口から入る。会館正面右側の会議室入り口から入る。3階にあるミーティングカルチャールームは宮城県内で活動している文化団体であれば無料で使用可能となっている。宮城県民会館は定前寺通りに面して、 立っている仙台市地下鉄南北線高東大公園駅の公園2番出口から開館までは300メートルほどの距離で徒歩では約15分の所要時間である。最寄りのバス停留所は仙台市営バスの停前寺通り市役所前である。ありがとうございます。